えー、今回は「人生はエスカレーター」というお話をしたいと思います。実はですねこう子供時代ってね、えー、スポーツをしたり、えーまあ、いろんなことにチャレンジします。そしてそれをですね本当に集中したらもうかなりの名人達人になることもできますね。でいわばですねあの人生の前半はこうエスカレーター。 上りのエスカレーターのようなもの、そこでですねもう特に何もしなくても前に進みますし上がっていきます、でそれをですねちょっとこう駆け上がったりもっと努力するとですねあのどんどん上がれますでだから、この若い時にですねいろんな努力をしていろんなことにチャレンジするのは素晴らしいことだと思いますでところがですねだんだんと上っているつもりのエスカレーターがですねだんだんスピードが落ちてくるわけなんですね。で エスカレーターが途中で止まっているならばやっぱりじっとしてたら自分も上がらないんですねだからとにかく前進しないといけないですねだから人間30代40代になってまあ50代になるとなんかもう人生もうわかったみたいなことでうんまあこれはこの程度でこれはこの程度でああ仕事だってもう慣れたものだとなってですね安心してるとですね今度困ったことに下がり出すわけなんですね。 でこうなるとですねなかなか自分では気づかないんですいや今までこれでやってきたから大丈夫いやいやもうこんなもん仕事なんて慣れたもんだこんなの俺はもうねもう人生もう仕事も慣れてるし人生よく分かってるって思ってても今度 エスカレーターは下がってるわけなんですねだから何もしなければ周りから見てあの人どんどん落ちていってるなっていうふうに自分では気づかないけどそうなります。ですからね本当にその年齢によりますけどもやはり常に努力をする常に努力をして前に向かって進むそれでもですね実は前に進んでいるつもりでも下がるっていうことはだんだん起こってくるわけです。ですからね やはりあの安心しないでとにかく努力をする前に進み続けるということは大事なんですね。でもう一つお話したいのは実はね。 その前に進む力っていうのはねただ単にですね努力努力ではダメなんです努力って本当にその結構しんどいですからねでそうではなくてね希望を持つわけですよしもっと金持ちになろうとかねこの会社をもっと大きくしようとかね自分のこの,あの趣味の世界自分のこの特技をもっと磨こうというふうにですねとにかく大きな夢と希望を持つことですこの夢と希望がですね自分の足を速めることができし自分の努力をですね辛いものではなくて 楽しいこれが実現したら夢だこれは面白いっていうふうにねどん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 前向ききにアアイデアが出てきますですから人生あなたは今上りか下りか分かりませんがとにかくあの自分では分からないもんですだけどやはりですね40過ぎ50過ぎれば60過ぎればとにかく大きな規模を持って現状維持ではなくどんどん前に進みましょう。